ワーグナーとエファ、ワーグナー・パスキエ、2009年バイロイト音楽祭にて、カタリーナ・フリーデリケ・ワーグナーは、ドイツのオペラ演出家、バイロイト生まれ、バイロイト音楽祭の芸術監督、運営理事長。カタリーナ・ワーグナーは、ヴォルフガング・ワーグナーと、その2番目の妻グードルン・マックの娘、リヒャルト・ワーグナーの彦、フランツ・リストのやしゃごにあたる。バイロイトで生まれ育ち、ベルリン自由大学で演劇学部を専攻した。ハリー・クプファーの演出助手として、ベルリン国立歌劇場、バイロイト音楽祭で活動した。2002年、ビュルツブルグでキャリア初の演出を手掛けた。この演出、並びにメディアを巻き込んで広範な議論を巻き起こしたそれ、以降の演出では、父の演出スタイルとは、明確に決別した。2007年のバイロイトのマイスター・ジンガーは、センセーションを呼び起こし、彼女自身の芸術スタイルがなお見えていないとして、批判を浴びた。2001年から、バイロイト音楽祭で、父、ヴォルフガングの助手を務め、将来的な後継者と指名されるに至った。彼女自身の功績として、新人の演出家、クリストフ・シュリンゲンジーフをバイロイトに招き、バイロイト祝祭劇場の広報を強化するなどしたが、ポピュリズムとの批判を受けた。2007年、プローベを初めてジャーナリストに公開した。2008年、音楽祭の演目をバイロイトのフォルクスフェスト広場で映像と音声付きで生中継する試みがスタートした。長年、メディアを中心にバイロイト音楽祭の将来像について、時に感情的なトーンを交えて議論が繰り広げられてきたが、2008年4月、ヴォルフガング・ワーグナーが後任をカタリーナとエファ、ワーグナー・パスキエの2人の娘に任せて引退することを表明した。2人の娘はそれまで一度も会ったことがなかったが、これを受けて2人ともバイロイト財団の実行委員会に応募し、委員会は2008年9月1日、22票の多数で採用を決定した。2015年9月1日より、カタリーナ・ワーグナーが音楽祭の理事長を単独で務めている。2010-11 年度の冬季シーズンより、ベルリン、ハンス・アイスラー音楽大学の演出学科で名誉教授を務めている。日本では、2018年に新国立劇場で、フィデリオ演出、2019年より、東京、春、音楽祭で、子供のためのワーグナーの芸術監督を務めている。ありがとうございます。